カの豆だと沢出です。イケアに来ました。イエーイ、ポンポンポン、イケアポンポン。家具を買いに来たんですけど、まあ、その前にちょっとお腹が空いたということで、はい、今日といえばハッダ、すごい響くな。ホットドッグね、普通に食べてもしょうがないんで、今日は10本食べたいと思います。やだー、今1個食べたいな、食べちゃいました。あれって結構もうペロッといけちゃうじゃないですか。まあまあこうお手軽感覚で食べれちゃうから、挑戦したいと思いますので、はい、わかりました。よろしくお願いします。パラスティカ。こちらでございます。はい。で、10本買ってくるので。わかった。先生すいません。はい、どうしたい？パイナップルフローズン食べたいです。パイナップルフローズン。かしこまり。なんかバイトしてるみたいに。バイト、バイト、お願いします。はい、お願いします。かしこまりました、お願いします。英卓です。はい、ありがとう。どちらにしますか。じゃあオレンジジュースでお願いします。はい、少々お待ちください。お願いします。はい、ありがとうございます。いただきます。アイス食べていい？いいよいいよ。ヨーグルト味だった。うん、青すぎん？これすごくない？びっくりですよね、来た時ね。びっくりした。ゴム手袋ぐらい青い。うまいよ、これも。でピクルスとウニもあった方がいいよね。20円しか買わないから。うん、他のクリエイターさんだったら、うん、もしかしたら食べれないことも想像して、うん、5本ずつ買って5本食べたら買い足しに行くパターン。うちら攻めてっか、一気に10本か分からない。めっちゃお腹空いてたから。そう、今日何も食べてない。うん、今3時ぐらいでしょ。この時間前何も食べない。やばいよね。うん、3つ目です。早っ。うん、え、早すぎ。うん、私まだ1個しか食べてないよ。ここの氷沢出さんの好きなクラッシュだよね。これ最高。これいいよね。マックと一緒だよね。マックと一緒。昼休み入ります。うん、4本完食しました。早い。このマスタード、ケチャップ、うん、このオニオン、ピクルス、うますぎて、うん、ソーセージなくても、食べれるレベル。わかる。ほんとだ、ヨーグルトじゃん、めっちゃ。ね、うん、絶対ソーダだと思っちゃう人いる。床で寝てるけどさ、うん、朝起きた時は体痛いけど、イブとかは別に痛くなくない？全然痛くない。ね、それが不思議だよね。うん、一旦3本は食べた。でも朝寒すぎて起きて、ウォークインクローゼットの中で寝たのね。朝、私もその時練習してて、うん、カオルさんなぜかスカート履いて、ちょっとウォークインクローゼットの中で寝かせていただくって言って扉閉めて、あの狭い中で寝てたぞ。寝た。この香ばしい匂い、何の匂いだろう。これはフライチキンと見た。あ、フライチキン、これ臭い匂い。もしくはパンが焦げたか。このこれ食べ終わったら5分目つぶっちゃうよ。ちょっと5分目つぶっていいですか？で、イケアで5分目つぶるかね。うん、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 
さんに質問があるの。どうした？この一言もらってください。いいよ。うん、ごちそうさまでした。パラスティカ、はい、IKEA のホットドッグを10個食べてみました。はい、まあ軽かったけど、まあ、3本目あたりでちょっとあーお腹いっぱいだなって手を動きそうになったってな、うん、でもすごい美味しかったので皆さん絶対来たら食べてみてください。私たちの Twitter のアカウントが下の概要欄にあります。この動画が気に入ってくれたら高評価とチャンネル登録をお願いします。以上、バラスティカでした。ヘイダーの前だけ